はい、こんにちは、三次郎です。ちょっとバタバタっと取り急ぎ撮ってますんで、申し訳ないんですけど、視聴者さんから教えてもらったんですけど、大きに情報ありがとうございます。もう感謝しかないです。ですね、コロナ特例で貸付してもらえる、緊急小口資金と総合支援資金、これがですね、9月末新規の申請ですね、新たの申請、初めての申請が、9月末までだったんですね。それが、年内12月末まで延長されたということで、発表されたっていうのかな、はい、厚生労働省から発表されました。緊急小口資金は20万円、あとこれですね、総合支援資金が、世帯の持っておられる方で20万円を3ヶ月ですね。はい、で、まあ、これは新規の人ですね、初めて申請する人が9月末から12月末までに延長されたんですけど、すでにしてもらってる方の延長、このややこしいですけど、すでにもう申請されてた方がさらに延長を今されてるんですね。3ヶ月だから計6ヶ月になってるんですけど、まあ私としたらそこもさらにまた延長してほしいみたいなね、まあ要望いうんですかね、してほしいなと思っています。またそういう情報あれば教えていただければと思います。なんかされるようなこともね、ちらほら聞いたりするんですけど、はい、ということで、とりあえず皆さんよく気にされるのは、その審査落ちるんちゃうかとかね、ブラックやねんけどどうやねんとかね、そういう情報はもう私いろいろ動画上げてますんでね、また見てください。はい、見て安心してもらえればと思います。はい、では取り急ぎ、新規の申請が延長されたということで、報告いうかさせてもらいます。情報をいただいてほんまにありがとうございました。はい、では失礼します。以上です。